愛宕さん、武志、1936年1月11日から2000年5月5日は、1950年代後半に活躍した大相撲力士である。愛媛県八幡浜市幸町出身で、現役時代は高砂部屋に所属した。最高位は西前頭3枚目。身長177cm、体重117kg。得意種は左四つ、突っ張り、より。愛宕中学校を卒業後、前の山の口利きで高砂部屋へ入門し、1951年5月場所で初土俵を踏んだ。同期の初土俵組には、後の前頭、機運山らがいる。初土俵の場所では、番付外と新序で続けて、好成績を収めたため、翌場所では序の口を飛び越して、序二段に付け出された。なお、当初の四股名は、本名でもある、大沢。その後、1952年5月場所より、故郷、八幡浜市にある山にちなんだ、愛宕山へ改名した。出世は順調で、満20歳で迎えた1956年1月場所で、新十両に昇進。1957年3月場所で新入幕を果たし、一時10分両に陥落するも、同年11月場所からは幕内に定着した。西前頭15枚目にあった1959年9月場所では優勝争いに加わる健闘を見せたが、終盤に連敗して優勝も3勝受賞も逸している。左四つからの寄りや突っ張りを得意としたが、連相撲も少なくなかった。左足の怪我を克服して前頭3枚目まで進出するも、腎臓病や糖尿病にかかったことなどもあって、1960年以降は低迷。同年5月場所を最後に幕内の座から遠ざかった。現役晩年は幕下64枚目まで番付を落とし、1962年1月場所終了後、26歳の若さで引退。引退後は角界から離れ、東京都内にて不動産業に従事した。2000年5月5日、逝去。64歳没。ありがとうございます。